じゃあ回って、あ、回してもらって、回りました。ではお願いします。ちょっと待ってください。大丈夫です。いきます。ニョキッニョキッ。皆さんこんにちは。オンソムナナミンこと大塚ナナミです。そういえば私先日初めて一人旅をしまして、湯沢の温泉に行ってきました。はい、一人で宿に泊まって温泉に入って美味しいご飯を食べて一泊させていただきました。私はプライベートでもしっかり温泉ソムリエとして活動させていただいています。はい、そんな今日ですが、こちら見てください、この美しい景色を。はい、私は今新潟県の魚沼市に来ています。ということで今回はナナミンの気になる魚沼観光を紹介させていただきます。それでは行ってみましょう。着きました。はい、私は今越後ハーブ公園に来ています。ということで本日は梅井さんにお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。ハーブ公園の梅井です。よろしくお願いします。すごい、もう映画に出てきそうな場所ですね。はい、ありがとうございます。こちらの越後ハーブ公園はどういった施設なんですか？1999年に開園した施設 でこちらのハーブ園は4つのガーデンからなっておりまして、ハーブガーデンの他にラベンダーガーデン、ロックガーデン、ローズガーデンというのがありますので、ラベンダーですと6月末から7月頭が盛りですし、現在はキャンプ場やサッカー場、テニスコートもありまして、手作り体験などさまざまな体験ができる施設となっております。ハーブだけじゃないんですか？はい、そうなんです。すごい。で、その中でもここはハーブが集まるエリア、はい、ハーブガーデン。ハーブガーデン、私早速、はい、ハーブ見たいです。はい、ぜひいい香りのするハーブを触っていただいて、香りを楽しんでいただきたいと思います。ありがとうございます。こちらになります。はい、え、もうすぐありますか？はい、ここに植わってるのが あった。こちらがホーリーバジルというハーブです。ホーリーバジル、はい、バジル、ってことは食べられますか？食べられますし、ハーブティーとしてハーブ公園の方で商品販売しております。そうなんですか。でもなんか今は全然、はい、まだ香りしてこないですよ。ぜひこの葉っぱを触って手で嗅いでみてください。あ、いいんですか？はい、どうぞ。あ、いい香り。あ、なんか爽やかで、もうザ・ハーブみたいな。そうですね、ハーブといったら、はい、みんな想像する香りっていう、これは本当にいい香りがする、うん、おすすめのハーブになります、ね。こんなにこう軽く触れただけでも、はい、すごく強く香るんですね。そうですね、インドのアーユルヴェーダでは不老不死の妙薬と言われている種類の、まあ、一つなんですけれども。不老不死？はい、いっぱい嗅いとこう。他にもいろんなレモンの香りのするハーブもありますし、レモン気になる。はい、こちらどうぞ。すごい。ぜひ見るだけではなくて、はい、触って匂いを体験していただきたいと思います。こちらですね。あ、ここ、はい、これですか？はい、ぜひちょっと触って匂いを嗅いでみてください。これが 何の香りだ。いきます。触ってびっくりすると思います。レモンだ。はい、レモンバーベナという種類のハーブです。レモンバーベナ、はい、なんか香水の名前で聞いたことある。バーベナって、もう香水木っていう風に別名があるぐらい、はい、やっぱりそうなんですか？そうなんです。この香りめちゃくちゃ好きです。すごくすっきりしたレモンのいい香りがします。はい、触っただけでそのあたりがレモンの香りが漂うぐらいいい香りがしてきます。つけとこ。あ、いい香り。楽しいですね。梅井さん、はい、さっきからずっと気になってたんですけど、はい、なんか
なんか見切れてるんですよね、この後ろの茶色い塔ですか。あれドラクエのなんかボスがいる塔じゃないですよね。いえ、あれは見晴らし展望台と言います。展望台だったんだ、はい、ぜひ行ってみましょう。行きたい、はい、やった、よかった、安心した。敵とかボスとかいない、いません、誰もいませんよ、そういう危険な人物はよかった、安心安心。はい、じゃあ展望台の中に入っていきましょう。はい、お邪魔します。はい、じゃあぜひ2階へお願いします。はい、お腹ちょっと細いところなのでやっぱドラクエっぽいな、この感じ。できます。もう階段を登って出たところから見る景色が一番人気のスポットになります。まだ見ないで行こう。私目隠していきますね。あれ、はい、ここですか。じゃあ目隠しします。行きます。来ました。はい、どうぞ。行きます。せーの、パン。うわーすごい。もう想像以上、めちゃくちゃ開放的。はい、あの全オープンスタイルなんですね。そうなんです、そうなんです。私ガラス張りとかなのかなって思ってたら、はい、わあこれはすごい、見て伝わるかな、視界いっぱいに緑が広がるんです。自然豊か、もマイナスイオンを感じる。たっぷり。はい、はい、でここの場所でバーベキューができると。バーベキューできるの、はい、うわたまらないですね。電気の心配もないですし、ここなら確かに。そう、屋根もあるんですよ。はい、メイさん、はい、あのここからの景色ももちろん綺麗なんですけど、はい、私やっぱ驚いたのが一番最初に見たあの景色なんですけど。そうですね、上の三角形の、そうここここ屋根が見えるこのポイントが一番の人気ですね。このデザイン、はい、美しい、いいと思います。映えそうですね。そうですね、本当に。じゃあ私ちょっと持ちますので。え、はい、いいんですか。ぜひ。ここですよ。え、わかりました。え、ありがとうございます、はい、メイさん、できます。はい、どうですか。いいんじゃないでしょうか。この雄大な景色が決まってます。バッチリです。さすがですうわ私今ハーブになってこちらにお花や松ぼっくりや、はい、いろんなものが並べられていますが、はい、こちらは何ができる、はい、総合案内所では、ハーブを使ったアロマ体験などのほかにこちらのネイチャークラフト体験というのができます。木のプレートの上にドライフラワーや松ぼっくりやどんぐりなどを好きなように貼り付けていただいてオブジェを作っていただくという体験です。はい、なるほど。じゃあここにもうてんこ盛りに。はい、そうですね、どんだけつけても大丈夫です。どんだけつけても OK。 はい、これはちょっと自由演技すぎますね。そうですね、想像力が問題を、はい、得意です。でも立体的な作品を作りたいので、ね、最近佐渡の深山が世界遺産登録されたことですし、よし、私も世界遺産を作ります。はい、見ててください。どんな世界遺産になるか楽しみにしてます。頑張ります。もうつけていきますね。いきます。もうどこかはどこかなんていいんだよ、もう私が思ったところだここだ。あ、これでいいのかな。芸術に正解はないですからね、はい、芸術爆発ですから。本当に笑わないでくださいね。私がどんな作品を作り上げたとしても、あ、いいのでは。あ、今降りてきた。おお、これや。
降りてきたぞ今。うわあ。クエミューね。ミューミューです。足長いからね。折れそう。折れそうだよミュー。これは大声で。大声にしよう。大声にしよう。大声にしよう。ひげつけなきゃ。ごめん。ミスったな。いないことにできないかも。私一番可愛くしよう。リボンとかつく。もうすぐです。よし、完成しました。これは自信あるぞ。めいさん、はい、私の作品を、はい、見てください、はい、作品名が入広瀬の花火。いきます、せーの、じゃん。おー、素晴らしい。どうでしょうか。すごいです。想像以上に、はい、素晴らしい作品ができたと思います。新世界遺産入広瀬の花火です。どうぞ。恋はまるで遠い花火、ここで見れば美しいけど、空に花が咲いて散った後には真っ暗。じゃあ作品の説明をさせていただきますね、はい、こちら作品名が入広瀬の花火となっております。そしてここにいる、手前にいるこの3人、はい、人なんですけど、今回10枚目シングルの一瞬の花火をトリプルセンター、そのメンバーですね。この足の長い子が藤崎美優ちゃん、真ん中のこの衣装を、かわいいかわいい衣装を着ているかわいい子が大塚奈々美さんで、ひげの生えた子が大越遥ちゃんでこれちゃんと意味があって、この子はなんか遥か村っていう、こう村を、はい、村の村長をしているんですよ。なので村長っぽくひげをつけてで、その周りを花火が彩って、一番の見どころはここ、はい、フェンネル。これ三尺玉に見えるなと思って、いいですね、一番上にさせていただきました、はい、あとはこのすすきでしだれ柳を表現したりとか、はい、何でしょうか。素晴らしいと思います。こちらは次に新潟で世界遺産に登録されるアートです、はい、もう決まっています登録はもう確実。確実、はい、はい、楽しみにしててください。はい、ということでななみんの気になる魚沼観光編いかがでしたか。今日は越後ハーブ公園さんにお邪魔しました。ハーブの香りに癒されて、インスタ映えする絶景ポイントを見て、そして最後にネイチャークラフト体験では新世界遺産を作り上げてしまいました。あなたは世界遺産を作ったことありますか。ないですよね。ここ越後ハーブ公園ではそんな世界遺産を作り上げることもできるかもしれません。これは来たくなりましたよね。皆さんもぜひ魚沼観光を来てみてください。幻なのかチリン。